きだったの現役時代からずっとそうなんですか？はい、趣味で入ったんじゃないですね。で性格も西本は努力家でこっちは何もしないそうなんですね。はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。本日はですね、なんと巨人の OB でもあります大先輩です、江川卓さんです。どうもよろしくお願いします。すいません、江川さんとこうやってお会いするのは、去年の夏に OB の幹事会、はい、僕ら OB の幹事会をやられてて、江川さんもその副会長をやられててですね、それのなんか会でお会いするっていうぐらいですかね。なんかこうやって、江川さんとお話しさせてもらうのって初めてですね。はい、OB 会に入っていただいてる OB としては若いですよね。はい、でその若い方が入られるっていうのは実は大変で。うん、全員が OK しないと入れないんですよ。そうなんですか？一人でもダメって言うと入れないんですよ。じゃあ江川さんも一応僕のことをOK だよっていうのは言っていただいて、牧原さんたちがいい人だって言うから OK してお話したことなかったんですけど、推薦になったんですよ。間違いないなって。前回岡崎さんとともコラボさせてもらったんですけど、その時にも岡崎さんがおっしゃってたのは、こうやって下の後輩たちとジャイアンツのことを語ったりとか、そういうのがなかなかできないから YouTube でいいコンテンツだよねなんていうのを、僕は江川さんとこうやってお話しさせてもらうのって本当初めてだから、僕らがやっぱりね、ジャイアンツファンで下町で出身で、親父なんかもおふくろなんかも巨人ファンでずっと巨人のこと見て、僕が小さい時に江川さんがエースでバリバリやってた時ですごく嬉しい。あ、それはもうありがとうございます。こんなこと言うと本当嘘っぽいんですけど、口下手で。いや嘘です。絶対嘘です。いや本当に、いや仕事だからできるんですけど、普段はあんまり喋らないし、人の輪に入ってくるタイプじゃないんですよ。だからそういう印象があるんだと思いますね。後輩なんかと食事行くとかもそういうのもない。牧原さんとか水野さんとはよく現役の時一緒なんで、同じ部屋だったんで行きましたけど、他の方とあんまり行かないので、そういう輪が広がっていかないんだと。同じ部屋って昔って3人だったんですか？ホテルは2人部屋ですね。旅館は5人部屋とかありました。あ、本当ですか？だから5人とか6人に一緒の部屋っていうのがあります。あ、本当ですか？それでやっぱお酒とかも飲むんですか？その部屋で飲まないですか？その部屋では飲んでないですけど、寝るものはその5人ぐらいで寝るっていうのはありましたね。その前にじゃあ食事行ったり、食事で、はい、僕シーズン中飲まないので、ずっと一切飲まないですか？はい、飲まないです。あ、そうなんですね。まあ、ビールちょっとこう飲むって言ったって、ビールちょっと飲んで食欲のためにちょっと飲むぐらいで、シーズンオフはずっと朝まで飲んでますけど江川さんもワインを片手にずっとこうやってなんか、ああ、やらない、シーズン中はやらないですよ。でもそのワインをこうなんか詳しくなって、ワインが好きだったの現役時代からずっとそうなんですか？はい、27から入りました。そうなんですか？当時はブランデーが入りましてね、我々ブランデー飲みながらお肉を食べてる生活で、これすごい酸性になるんですね、血液。血液検査だったらお医者さんがすごい酸性になってるから、アルカリの酢を飲めって言われたんですけど、酢があんまり得意じゃなかったんで、そしたらワインがアルカリだからちょうど中和していいんだっていう、お医者さんからいただきまして、でワインを始めたんですよ。そこからじゃあいろいろワインのその作る工程だったり畑だったりとかっていうのを調べたんですか？そうですね、ちょっと面白くて、なぜかワインの名前は野球選手と同じぐらい覚えられたので。そうなんですね。それは仕事柄で野球選手を覚えるのか、それとも勝手に覚えてくるのか、どうだったんですか？覚えるのが仕事だったんで、その人の性格とか立ち振る舞いとか見てて、こうどこが好きだとかどこが苦手だなとかっていうのを研究するの好きだったので、それとワインが非常に似通ってたんですね。健康から入った、趣味から入ったんじゃないですね。あ、そうなんですね。酢が飲めないがためにワインに走ったっていうのもすごいですね。それも面白いですね。で桑田さんが桑田さんも結構ワイン好きじゃないですか。結構話とかされる。桑田さんは成分好きなんですよ。このワインの成分は何パーセントが何が入って何が入ってるっていうの分析が好きなんです。なるほど。僕は分析感性、こっちは感性で。そういう感じ。違うんですね。ちょっと違うんです。あ、そうなんですね。これがあ、そうなんですね。僕の詳しいですね。あ、桑田さんの方が詳しい。あ、ものが詳しいと思います。僕はもう感覚なので。はい、じゃあ飲んだら大体どこのさんのあれでワインだっていうのは分かる。分かる。どこの何年と大体分かります。はい、そればっかりやってきたんで。なるほど。仲間とそればっかりやってきたんで。ワインに関する秘話が伺えたところで、ちょっと一つ目の比較に早速参りたいと思うんですが、沢村賞事件の真相に迫るということで、江川卓さんのライバル西本隆史さん、10年代巨人のエースの座を争った2人、当時どんな関係だったのか、今回江川さんに赤裸々に語っていただければと思うんですが、赤裸々じゃないとダメなのこれは。どうでしょう。西本は1個年は1個下なんですよ。まあ西って言ってたんですよ。西本はドラフトじゃなくてドラフト前だと思うんですよね、入ってこられたのは。それで2軍で頑張ってこうずーっとこう成績を積み重ねて1軍にこう上がってきたピッチャーですよ。で僕は色々ありましたけど、ドラフトでまあ1指名じゃないんだな、まあいいや、ドラフトでなんかバーンと入ってきたので、はい、割とこう甲子園も出たし、まあ大学ではまあまあの成績だったので、なんとなくこういうまあ新聞記事になりやすいところに入ってたので、彼はそういう中でライバル心っていうことですかね、江川すごいに勝ちたいっていうのがすごく強かった。で僕はやっぱり彼に負けられないっていう意識がすごくあったの でそれが性格的に僕は人がいるとあんまり人の前でやるの好きじゃないんですよ。で西本君は人がいてもいなくてもやるんですよ。がむしゃらにずっと上がってきたので、それをみんなが西本君は一生懸命練習やるけど江川は練習嫌いってことをまずしたんですね。メディアが面白い面白い、確かに正反対。それはまずで、性格も西本は努力家でこっちは何もしないっていうまあよく言うと天才肌みたいな言われてるんですけど、でも本当は仲いいんですよ。そうなんですね。僕らやっぱりメディアのあれだと思って、本当すげえバチバチ関係なのかなと思ってたんですけど、全然バチバチじゃないんですけど、成績とかなんかは負けたくないってことがあったんですけど、私生活はすごく仲いいんですよ。一緒にじゃあご飯も食べに行く、遠征に出ると同じですから、そこで一緒にもちろん食べてましたね。今ではどうなんですか？今は食事に行ったりとかお酒飲んだりとかすることはあるんですか？今はほとんどは会うことはないんですけど、全然仲悪くはなくていいんですけど、僕仲悪い人っていないんですよ。そうですね、確かにずっとなんかこの感じでいろんな方にお話後輩の方に聞いても仲悪いって聞いたことないですよ。そうですね、もうないんですよ、仲悪いっていう人もまず。だから特に仲いいっていう感じもまあ中橋さんとか原さんとかはいいですけど、あと掛布とかいいですけど、あんまりご飯を一緒に食べるっていうことはないので。掛布さんはもちろん阪神とそのライバル関係だったじゃないですか。年はおいくつ違うんですか？同い年なんですよ。同い年なんで。なるほど。それでじゃあオールスターで話するだけだったんですけど、当時は電話がないのでオールスターで話をして、あとシーズンオフに引退してからご飯もちょこちょこ年に1回とか食べるようになったので、浜松から向こうは掛布がお金払うんですけど、浜松からこっちの時は僕が払うって決めて。じゃあ例えば番組で一緒になるとかそういう時もあるじゃないですか。そういう時は東京だったら私になる、そういう中ですね。ご主人栃木ですよね。生まれはね福島なんですよ。そうなんです。生まれが福島で育ちが静岡で出身が栃木。あ、そうなんですか。すげえ複雑なあれなんですね。転勤転勤の話がありましたんで。じゃあ掛布さんは千葉。あいつは習志野ですね。習志野で。やっぱり試合も高校時代やられたんですか。やらないで終わっちゃったんですよ。2試合組んでたんですよ、習志野と作新、1試合目、デッドボールを当たって、それで対戦してないんですよね。あ、じゃあ、試合はしてるけど、対戦はしてない。で、プロ入り初めて対戦した時には、初打席でホームラン打たれたんですよ、カーブをね。江川さんのご自慢のまっすぐ、ストレートは、誰もが言うんですけど、江川さん、自分でもやっぱ速いのは認識されてたんですか、球が速い。これ自分から答えるのは答えじゃないですけど、まあそうでしょうね。そうですね。そういうことですね。いや、だから160キロぐらいは楽勝で出てたんじゃないかって。当時スピードガンがまあ収束を測ってたので140何キロしか出てませんけど、なんとなく感覚は160ぐらいじゃないかと思います。ただその速さを求めてなかったので、当時はバットを空振り下をこうねどれだけこう浮かせるかっていうの感覚だったので、あんまりスピード考えたことはないんですよ。やっぱ回転をつける、そうですね、どうやって浮かすかっていうことばっかり考えてましたから。じゃあその分ホームランもよく打たれたんですか？打たれました。あ、そうなんですか。もうちょっと走れない時はもう一番軽いですから、飛びます飛びます。あ、そうなんですね。気持ちいいぐらい飛びます。へえ、すげえ。江川さん肩壊されてで引退されたじゃないですか。中国針を打ったっていう、僕は中国針の江川だってずっと認識してるんですね。僕が小さい幼い頃の時だったんで。中国針でやったんですか？日本の針も打ちましたし、中国針も打ちましたね。中国針って実際どんな長いんですか？長いですよ。あ、そうなんですか。日本の針は針管っつって管にこう針を入れてこう打って、中国針はそのままちょっと長いんで手でこうやって入れて、そうなんです。そのまま入れますね。そのまま入れて、入れっぱなしなんですか？何分か。それでまあ痛くなくなる、まあキュキュキュってこうこの当たれば痛くないし、当たらない、当たる当たらないから微妙なとこ。で僕は骨のこっちと2か所がいいんですよ、後ろと横が悪かった。なんとなくできるかどうか調べたんですけど、骨の下でできないって言われたんですよ。骨の下なんでやれませんって、両方骨の下らしいんですよ。それで精密検査まで行かないでやめたんです。どれぐらい痛い期間があったんですか？半分ですね、半分。そんなですか？それなのにそんな球速い。最初の方はすごい速かったんですけど、それからはちょっと遅くなったんだけど、コントロールはすごく考え始めたんで。それは今解説やらせていただいたのに良かったですね。いわゆるその配分というか配球を考えるようになった。なるほど。それまで考えたことないですから。ストレートとカーブだけですか。肩痛めてから横のカーブ投げるようになりました。その当時フォークとかは投げなかったんですか。フォーク指短くて投げられないですよ。痛いんですよ。じゃあそこにチェンジアップがとかはそういうのはもうなかった。全部投げられるんですよ。スライダーもシュートもフォークもターンもチェンジアップも全部投げられるんですよ。もう大したことないんですよ。だから試合中使うのかない。でまっすぐと本当それこそカーブだけで、まあカーブもコントロールできましたから全部投げられましたから。あ、じゃあもう上原のフォークと一緒ですかね。じゃあ投げ分け。彼も多分投げ分けてた。そうですね、投げ分け。落ちるフォークと内野ゴロを打たせるようなフォークと。でこっちの打ちが違う打ちとかね。それ僕はカーブできたので。今でいうだってナックルカーブみたいなありますカーブ。いやだってこういうふうに挟むこうひねるやつじゃなくてこう抜くやつですね。こうだったんですか。抜くんですよ、スポーンと。縦にこう横に曲がらないで、まっすぐ回転して、こう、左バッターの外側にこう、まっすぐ落ちるっていう。中に入っていかないでしょ。何個ぐらい三振取ったんですか？1300何個取ってて、多分3割ぐらいカーブじゃないですか。あ、そうですか。じゃあ、その7割はまっすぐだと思います。三振1366。300ぐらいのカーブじゃないですかね。でもカーブも中川さんは曲がってないって言うんですけど、中川さんは本当にカーブ打ったことない同じチームだあ、そうですね。中川さんの時は高圧戦だから曲がらないカーブ打ってますからね。全然実証になってないですよ。本当結構曲がるんですよ。そうですね、そうですね、そうでしょうねっていう。で、西本さんですよね。西本さんとの関係ですよね。すいません、なんか全然話変わっちゃって。とんでもない。じゃあちょっと西本さんのお話に戻りますが、沢村賞事件の真相に迫るというところで選ばれました。来てくださいって言って席に行ったら、記者の方が3時間遅れてるって言って怒ったんですよ。それで次の日の新聞見たんですけど、開けたら江川が値措置で出てき沢村賞事件の真相に迫るというところで、そもそも沢村賞事件というのは何かというところなんですが、ちょっと簡単に説明させていただきます。1981年江川さんは20勝6敗の好成績で最多勝などタイトルを5冠獲得したんですが、沢村賞には18勝12敗の西本さんが選ばれてしまった。当時の心境など振り返ってみていないか。はい、当時は正しく喋っても全部カットされたので、これカットされない手で喋りますね。はい、沢村賞は当時スポーツ記者放送関係の仕事の人が10年か20年か携わってる方が投票権というのを持ってまして、その方が試合、全試合が終わった時に沢村賞に値するかどうかを投票で決めるっていう、当時5冠を僕が取ったので、沢村賞の発表だっていう時に記者の方から連絡が来て、記者の方がいるところに、来てくれっていうことになったわけですね。で僕も一番成績良かったので「あ、そうですか」って言って、座ったんですよ。でこう「発表です」って言ってどこに答えたらいいかなって。沢村さんに値するかどうかわかんないけど、一生懸命投げましたんでコメントだなってコメントまで考えてたんですけど、そしたら「沢村賞は西本投手」って言ったんですよ、その司会の方が。で「は？」って言って「私じゃないんですね」っつって、でこう帰ったんですよ。で西本は記者会見やったと思いますね。だから別に西本が全然悪い話ではなくて、僕はなんか文句言った話でもないんです。で問題はそこで終わればよかったんですけど、よかったというか終わらなかったんですね。その後に MVP の発表もあったんですよ、1週間後に。でそれは僕ゴルフが入ってまして、ゴルフやってたんですよ。で MVP の発表で江川さんかもしれないけど来てくれって言われたので僕断ったんですよ。沢村賞が違ったから多分 MVP も嫌だから座って待ってるのが行きませんって言ってゴルフやってたんですよ。だから来てくれって言うんだけど嫌だって言ってずっとやってたんですよ。そしたらなんか終わった時に選ばれました。来てください」っつって席に行ったら記者の方が3時間遅れてるって言って怒ったんですよ。MVB の記者会見であるまじき一国って書いたんですよ。なるほどね。正しくはですよ。そういうことですか。ね。いやまあそうですね、確かに。やり方も間違ってないと思うわけですよ。いやいや、それは僕も言わんとしてることはすごくわかる。え、それもしかして沢村賞は江川さんも可能性あるよっていうことで行かれたんですか。そう呼ばれて行ったんです。そうなんですか。僕が行ったんじゃないです。僕ですって言ったんじゃないですか。呼ばれて行ったんです。なるほど。そしたら違ったから MVP だからじゃどうせ違うの嫌だから行かないっつったら遅れてきた、最近3時間会見が遅れたっつって叩かれたんですけど、僕の意見は西本が沢村賞を取るのはいいと。だったら2人を起こせば何の問題もなかったんじゃないのと。だって西本だって「ああ、やつ悪いね」って言うから「いや全然悪くないよ」って言ったんですよ。だって西が悪い話じゃないからね。確かに西本それに値するってもらったんだから。でも西本の成績より俺の上なんだからみんな言ってもいいんじゃないのって僕はずっと思ってるわけですよ。それで次の日の新聞見たんでしょうか、開けたら新聞に今は人格に値するって出てる。本当出たんですよ。へって。で僕そこで一人つぶやいたんですよ。人格が沢村賞に必要なのか先に言ってくれ。沢村賞を人格って入るって言ってくれと。確かに。僕は一人つぶやいたんですよ。一人言ったんじゃないですよ。つぶやいたんですよ。一人で。それでなんかそれでまあ揉めたんでしょうね。僕は何も言ってないんですよ。これで揉めて次の年から。その記者の投票がなくなって、記者の方の投票がなくなってですね、沢村賞を取った人が何人か集まって沢村賞を決めるようになったんですよ。ああ、なるほど。野球選手だ。はい。そりゃそうですよ。わかります。ということは、ここは余裕があるんだよ。ということは、ということは、記者の方が自分たちにやったことは間違ったっていうふうに認めたってことでしょ。そういうことですね。確かに。そのまんまやるんだったら問題ないもんね。確かに。でもそういう人が今までもいたかもしれないってことです。江川さんみたいな人は、例えば。いないと思います。いないんですか、やっぱり。初めてだと思います。やっぱ人格だったんですね、そこは。人格。いかに入団から嫌われていたかって、よくわかるし、エピソード。そういうことですか。だから西本と関係が悪いって話じゃないんですよ。まあ、記者の方がそういうふうに発表されたので。当時、その西本さん選ばれても、西本さんと仲が悪くなったりとかはなかった。全然ないんですよ。でも、それもいいきっかけだから、仲悪くしちゃったんですよ。面白いから。なるほどね。そこからさらに面白くしたんですよ。沢村賞事件で面白いから。人格が必要なんですね。人格が必要だから。わかりますよ。先行する方が変わったから。ちなみに西本さんは人格はいかがですか。もう全然 OK です。それダメだって言えないでしょ今。確かに。そうですよ。いやすげえ。それが真実なんですよ。これを当時言ったの全然発表されなかったんですよ。こんなもう40年も経っても今発表してますからね。やっと言えるんですね、こういう自分たちのチャンネルのこともう強になって初めてテレビで言ったら全部カットですけど。いや面白い面白い。そうか、貴重なお話ありがとうございました。いやもちろん、はい、なんか僕はあんまり不思議なとこないでしょ。いやもちろん、ただ人格がなかったってね。そこ強調するからまた面白いですね。それがやっぱ面白い。人格って言うんだったらもう人格最初から作ったんだなということを言ったりするから面白いね。いやですね。これはでも話の内容はもうクオリティが高すぎるからよくわかりました。人格もちろん江川さん優れてるとは思うんですが、沢村賞事件の人格に関係あるかもしれない事件のことを伺ってもいいですか。どうぞどうぞ。空白の一日事件。はいはい。分かってないよ全部。犯行したら巨人に入ることになったっていう説明を次の日受けたんです。じゃあ、ルール的には違反をしてるとか、阪神から金銭トレードで巨人に行きました、はい、だから誰も迷惑かかりませんっていうのが条件だったんです。空白の一日事件、はいはい、分かってないよ全部。ここから始まるんですけど、はい、進学希望だったんですよ。中学校に早慶戦を見まして、うん、で早慶どっちか、応援合戦がすごい強烈で甲子園も出たい、でも早慶戦をいずれやりたいっていうことで、それが目標だったので、いろんな方がご挨拶、うちの父親に、僕は会えないんですけど、父親のところに来たんですけど、うちは本当に進学受験するので、絶対にどこも来られても行きませんっていうふうにちゃんとお答えしたんですよ。それ全部カットになってるんですね。そういうことですか。カットになってるんですよ。江川さん、じゃあ例えば高校卒業した時に巨人が来ました。それでも行かなかった。行ってないですね。あ、そうですか。あ、そうなんですね。六大学のその早慶戦がどうしてもやりたかったんで、でまあ甲子園に出れたんで、春と夏1回ずつ出れたんですよ。でこれ目標達成したんで、もう早慶戦行く。じゃあプロに行くとしたら巨人っていうのはもう決めてたんですか？プロはドラフトがありましたから、巨人に行けることはわからないので、当時は発表できなかったんですよ。発表したら失礼だっていう世の中の気球がありまして、心の中では在京セリーグ。じゃあ例えばヤクルトとかでも、ヤクルト太陽ですね。ヤクルト太陽巨人だったら行きたいなっていう。でパシフィックだったらどうしようかなっていう。でもそれ9時だからしょうがないですね。でも親族の星だったんですよ当時。江川さんですか？親戚がとにかくもう巨人しかテレビやらない。みんな商売をやってまして、親戚全部が巨人に入ってくれたらそのチケットもいろいろ使えるじゃないですか。お客様とかいろいろ。だからもう絶対巨人に入ってくれっていうのはもちろん親父に。父がねもうみんな言ってたわけですよ。でも僕は心の中では在京セリーグに当たればいいなっていうところなんですよ。だからもうだから高校の時はもうだから阪急さんがご指名いただいたんですけど、申し訳ありませんって言って。それ以外はなかったんですか？競合はしなかったんですか？その時は1球団1個だったんですよ。あ、そうなんですか。指名の仕方が1球団1個だったんですよ。順々に指名していって1つの球団が指名したら誰も指名できない。あ、そうなんですか。その時はバッていうのできなかった時代なんですよ。だからどんどん変わってるんですよ、ドラフトの仕方が。それ知らないんですよ。知らないです。だから高校の時はもう1球団が誰か指名したらもう誰も指名できない。それじゃあ順番に例えば行くのはやっぱり下位チームから指名していくんですか？最初は下位チームが行って、大学の時は予備抽選っていうのがあって、本抽選に入る前にまたこれまた変わってるんですよ。ああ、そうなんですか。高校の時はもうその阪急受けたんですけど、阪急さんに申し訳ありませんって進学したいんでって言ってまあ受験したわけですよね。ちなみにその早慶まあ行きたいというかやりたいっていうお話ありましたけど、結果早慶ではなく法政。早稲田さんからお話がありまして、早稲田の推薦が決まってまして、で黙ってたら早稲田だったんですけど、父親がなんか急に受験勉強しろって始まりましてで慶応受験したんですよ。早稲田にお断りして。受験ですか？面白いでしょ。嘘みたいだけど本当なんですよ。早稲田の受験科目を勉強してたら慶応の受験科目もそれなかったんですよ。笑い話。そうなんですか。すごい。高校の時に世界史、日本史、地理とかやってる。地理をずっとやってたんですよ。早稲田の文学部かなんかに入るつもりでやってて、まあ推薦決まって、ああよかったと思ったら慶応まで受験、まあ、しませんかみたいな話になったんでしょうね。それで受験したら地理がなかった。本当の話ですからね。それでじゃあ慶応は落ちた。慶応は日本史級に受けたんですよ。あ、そうなんですか。ヨゼミにみんな授業終わってから中に行って日本史だけやって半年やったんですけど、それがまた勉強してないとこ出たんですよ。そういうことですね。本当ついてない。ついてないですね。じゃあなんでそれで法政に手を落ちて、こっちわざわざお断りしちゃったので、で法政が受験があったので野球部で入ってるんじゃなくて受験して入ったんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ例えばそこで法政も落ちてたとするじゃないですか。はい。そしたらどこに行ってたんですか？法政落ちてたらもう一回慶応受けたんじゃないですかね。慶応受けたか早稲田受けたか一浪してですか？一浪して。はい。だから同級生で一浪して入った人は何人かいます。あ、そうなんですね。へえ。じゃあもしかしたら法政受かってなかったら空白の一日もなかったかもしれないっていう。そうかもしれないですね。わかんないんですよ。面白い。すげえ。めちゃめちゃ面白いです。僕ちょっと空白の一日はあんまりこうよく把握してないんですけど、僕はさっき高校の説明しましたよね。で法政の時はやっぱりドラフトされるっていうのになって200人とか合宿に来るじゃないですか。その時はシステムが変わってて、予備抽選っていうのがまずあったんですよ。本当の抽選をする順番を決めるくじっていうのがあったんですよ。で1番でクラウンが引いた時にクラウンが江川卓っておっしゃったんですよ。でパシフィックの九州でしたから、あれ西武の前です。西武に来る前ですね。親戚が全員ダメ、九州行かれちゃったらもう商売にならないから絶対やめてくれって言って、なんとかしてくれって。それでじゃあもう東芝さんにお願いするかってお話があったからって言って、先輩になるようで東芝さんにお願いするかもって言ってたら、やっぱり2年はちょっと長いかってことになって、ハワイに行くのともう一個日米野球やってたので、向こうの USC っていう学校の監督さんが受け入れてくれるっていう練習生でいうことになって、じゃあ向こうに1年待ってみようって行くようになったんですよ。なるほど。じゃあそこでそのアメリカに行って大学に入った。大学には入ってないんですか。はい。でこれは詳しく説明した方がいいと思うので、多分その話がお聞きしたいんでしょうけど、身元がどうしてもいるので、で先生にお願いして作新学院の僕職員のタイミングで行かせていただいたんですよ。だから渡米してる時は作新学院職員で行ってる、ビザは。そうなんですか。仕事はやってないですけど、だからまあ学生を卒業してますけど、私は卒業しましたんで練習生って形で身元は作新学院職員で行ってるんです。へえ。でちゃんと試合もそこで投げさせてもらえる。4月から6月までは練習試合とバッティングピッチャーで7、8、9と3ヶ月はアラスカサマーリングってのがあったんです。アラスカでこれからプロに入るような球の1年生2年生とを4つの企業が誘致来てくれって呼ばれるんですよ。会社の引けてから夜試合するんですよ。でみんなはバイトする、学生だからバイトできるんです。僕はホームステイさせていただいて、昼は草刈りやったり家の手伝いしたりして夜試合をしたんです。そこで投げたんです。そういうことですね。公式にだからメジャーの球のボールは見てるので、メジャーにも今語るのは一応そういうことで大体メジャーのレベルは分かる。そういうことですね。ボールの滑りも分かる。あ、じゃあボールもちゃんと提供してる。アラスカで見てるんですよ。やってるんですよ。それで今喋ってるんですね。ああ、そういうことですね。だから全く知らないのに話すんじゃねえみたいなことは言われる筋合いはないってことですね。そういうことですね。プチメジャーでやってる。そして作新学院職員としてアメリカ留学1年間経まして、1978年11月20日クラウンの交渉権が消滅しますと。そしてその2日後11月22日にドラフト会議があると。でその間の11月21日がいわゆる空白の1日と言われているわけですが、1978年11月21日巨人と入団契約を交わすわけですよね。そうですね。この時は僕は父親が全部やってたので、僕はアメリカにロスにいるんですよ。ロスで堀川っていう和食屋さんがあるんですけど、ダウンタウンに堀川さんで記者会見の準備してたんですよ。日本から記者の方が来るんで会場を設けてくれって言われてたので、それはどこに決まるとかは分からないです。ドラフトされてでどこか分からないんですけど、で用意してたら父親から電話が入って帰ってこいっつって帰ったんですよ。だからそれまで全然なんか分からない。何が起きてるのかっていうのを裏はまあ一言巨人に入られるかもしれないっていうのを言われたんです。あ、そうなんですか。理由はだからすぐ切っちゃったからね、父親怖かったんでその帰ってこいって言われてガチャって切られたから分からない。着いたらすっごい人がいてびっくりしたんですよ。何と思ってへってどっかもう決まってんじゃないかっていう。いや、次の日そっちでドラフトされてましたから。ああ、そういうことですね。日本でドラフト待つんだと思ってました。僕はあ、なるほどね。江川さんが着いた時にはもう決まってたんですか。決まってないです。決まってないです。着いた次の朝に説明を受けたんですよ。ああ、じゃあこういうことが起きるぞっていうことなんですか。そういうこと、それ全く間違いじゃないので、犯行したら巨人に入ることになったっていう説明を次の日受けたんですよ。じゃあルール的には違反をしてるとかそういうのは全くないんですか。それも全部説明を受けまして、間違ってないっていうことになったと。コミッショナー側が全部変えたらしいんですよ、夏に。ああ、なるほどね。その説明を受けて1時間後ですけどね。全然もう皆さん OK 出てるのでって言われたので、あ、それなら揉めないんだったらいいですって言って、そしたら揉めたんです。大揉めでしたね。びっくりしたんですよ。まず飛行場でびっくりして、なんで人いるんだろう、急に帰ってこいって誰も知らないと思っているから。じゃあそれは誰かがお父さんか誰かがわかんない。それもわかんないですか。わかんない。ついて夕方だったんですけど、ですぐご飯食べて寝ましたから次に起きたらその説明がその犯行ですから。要するに空白の1日っていうのがその日が事務手続きをする日だっていうことになってたらしいんですけど、そんなのも後から聞いたんですけど、だからその日でも証明するのでコミッショナーが見て、コミッショナーの方が浪人っていう欄がなかったんですよ。なるほど。前のあれだと入ってないので浪人を入れなきゃいけないっていうんで変えたらしいんですよ。ああ、そういうこと、そういうことね。という説明でしたから。なるほど。それなら情報で浪人なんだから入らないんですね。そしたら入らないっていうか、じゃあもう問題ないじゃんっていう。なるほど、なるほどね。全然悪いっていうか、結局これだけ言わなきゃいけない。小林さんにすごくご迷惑をかけて、それも全然わからないですよ。突然起こったことだ。じゃあ江川さんは実際30番つけたじゃないですか、小林さんがその30番をつけてたとかそういうのはないんですか。これはですね、背番号は小林さんが急に行かれることになって背番号をつけることになった時に、空いてるのが13と19と30しかなかったんですよ。みんなもう付け替わっちゃう。で19の小林さんのやつつけるわけにいかない。ああそうかそうか、19番か。13か30どっちかにしてくれって言って、じゃあ35お願いしますって言ったら、みんな10番台だったんですよ。ベースって11番から19番まで番号つけるっていうのが当時の決まりだったんですけど、昭和30年の5月25日生まれなんですよ。江川さんが。で両方30じゃないですか。52で30で、これちょうど30で、なんかもう因縁だもんって30って言ったんですよ。それでいいのかっていうのがちょうど私の好きな番組ですけど、空いてたんですよ、本当に。江川さん30番で決まりました。で、その後、後に背番号変えてみないかっていうことは言われたことないんですか？いい質問ですね。だって18番がやっぱり僕らエースナンバーで、右のエースナンバーっていうのは18だと勝手に思ってたんで。どっかから情報入ってるでしょ？いや、入ってない。多分そうだろうなっていうと、18番はなかったんですか？ありましたよ。あったんですか、やっぱり。ありました。で、それは堀内さんが18番つけた。ああ、そうか。堀内さんが脱いだときにありました。それはお断りしたんですか？はい。なんでですか？だって30そういう思いでつけたわけですから、ずっと30でいこうと思ったんですよ。まあ今でも30ってこだわりあります。だって松井さんって55じゃないですか。あ、そうですね。そうですね。一応さんって51じゃないですか。はい。ね、だから僕は30だったんですよ。その頃走りだったんですよ。そういうことですね。一応さん51つけたり55つけてるけど、あの時は誰もそんなことそういう感じでしょ。もう最先端を見たんですよ。そういうことですね。僕らだからあんまりこう30っていう数字はあんまりこうなんかなんですかね、かっこいい数字、まあちょっと江川さん失礼かもしれないですけど、かっこいい数字っていうふうに思えなかったので、やっぱりそれは監督がつけるもんだと僕ら思ってたんですよ、小さい時に。昭和30年まで知らない。そうですね。それまで割と外国人のピッチャーがつけてたんですよ。あ、30番ですか。だからあいつさんだと思う。なるほどね。13番を選ばなかったのは別にその13番が嫌いとかそういうわけじゃなかったわけですね。30番が好きだっていう。やっぱりこれ源をつけるからね。あんまりそういう話してよくないんですけど、やっぱ俺たちはアメリカ帰りだから。そうですね。もう一個驚く話しましょう。はい。してください。もうそういうの大好きです。アメリカ行った時に僕も卒業してるじゃないですか。日米野球も日本であったんですよ。日本でですよ。僕アメリカ行ってる時に日本であったんですよ。それついてきたんですよ。横浜スタジアムで僕投げてるんですよ。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。あ、知らなかった。え、アメリカの方で来てるってことですか？アメリカチームで僕アメリカにも来てきたんです。え、マジで？本当ですか？そんなことありえないんですかよ。まあ公式で投げなかった。ああ、調べたら公式で終わったら投げてるんだね。エキシビション。あ、マジっすか。投げてるんですよ。すげえそれ。もう自慢です。めちゃくちゃかっこいいじゃないですかそれ。だからもうメジャーの話はしてもいいんだよ。いや、そうですね。いや、もうどんどんしてくださいよそれは。もうメジャーで。ほとんど。そうか、すごいことですね。それわかるでしょ。そういう感じだったんですよ。ああ、面白い。もうアメリカでもすごい楽しんでたから、ドラフトのことを皆さん言うけど、そんなのいいじゃんみたいな、楽しいじゃんみたいなね。じゃあアメリカのドラフトっていうのは話はなかったんですか？その例えばあったんですか？ありました。それもあったんですかよ。マジで？そうなんですか。本当ね、野茂さんが投げる前にドジャースまで来たんですよ。本当ね、マジで？それドラフトかけるっていうアメリカに。そういう話まで言ってないですよ。その気があるかどうかは聞かれた。あ、マジですか？確かの筋から。そこで答えはどうだったんですか？いや、日本帰ってやるつもりだったから、親父からもうお金出してもらって、親父が退職金に行ってますからね。あ、そうなんですか。親父が退職したんですよ。お金がないので、親父の退職金に行ったんだから。だから、日本帰んなきゃいけないから、それは向こうでやるってなかったんですか？だから、町田さんもドジャースで、もしかしたら。野茂さんの前に投げてたわけですよ。うわぁ、もしかしたら、ノーモーじゃなくて、江川だったかもしれないですね。うわぁ、江川旋風だったかもしれないです。だから、メジャーな話してもいい。そうですね。いろいろだから僕ら知らないことがやっぱり今こうやって聞けて、なんかいろんなものがつながっていくっていうのが面白いですね。ドラフトでこんなことはどこですごい相談になっちゃって、その結果小林さんにご迷惑をかけしたのも申し訳ないんだけど、その選手としては逆指名ができて良かった選手もいるわけですよ。それは逆指名があんまりひどくなっちゃったんで、また今のダメでしょ。僕らも何球団で指名するようになったから、逆指名一番いい時、世代ですから。江川さんみたいなことはもう間違いなく起きない時代ですからね。でも一応トレードっていう形にはなってるんですか、その江川さんと。いろんなことがあった時に聞いたのは、阪神と契約してくれて、阪神から金銭トレードで巨人に行きました。だから誰も迷惑かかりませんっていうのが条件だったんです。そしたらそれが OK だって言ったんで、また反抗したんです。反抗は幼いもんはいいですね。それは安易に簡単にこう反抗を押さない方がいいですね。安易じゃなかったんですよ。で押したら小林さん行かれたんですよ。それもじゃあ江川さん知らなかった。僕はだから金銭トレードで OK したんですけど、小林さんがやられたんですよ。でその後でいろいろあって記念トレードになったんだよね。話はね、話をそういうふうにまた戻した何年か後にね、映画は記念トレードで行ったっていうことの後で書類がそうなったんじゃないかな。その時は僕それしか聞いてないですよ。はい、だから自分のわからないところいろんなことが起こってはいたんですね。裏の大人のたちがいろいろこうごちゃごちゃやらかしたというやってたわけですね。いやでも20歳超えたからお前の責任だって大人だって言われた時代でしたから。そうかそうか。今は18歳になりましたね。そうですね、成人はね。でもやっぱりまだ学生だっていうノリでやっぱりアメリカノリですからね。アメリカ帰ってきてノリノリで帰ってきちゃいますね。こんなことをこれは恐縮なんですけれども、その空白の一日で江川さんが教訓になったことっていうのは改めて何でしょうか。教訓ですか。結果が小林さんにご迷惑をおかけしちゃったので、教訓っていうのは難しいんですけど、僕の中では目の前にある実際に起こったことを真剣にやってただけなので、失敗した何かが残ったという話ではないんですよ。一生懸命やってた結果こういうことになってもう暴走になりましたから、それは教訓というのは残したかっていうと残ってないですね。反抗じゃ簡単に押すなっていうぐらいだったんです。気をつけてっていうぐらいで。こういう言い方正解かどうかわかんないですけど、井川さんも意外と被害者だったっていうような感じになるんですね。そう、でもこれは自分の僕が OK しなければ多分そのことは起こってないので、被害者っていうことはできないんですね。ああ、なるほど。ご迷惑をおかけしたことしかないので。流れでそうなっていったので難しいんですよね。炎上どこじゃない大炎上、日本中火の海だったんですからどこ行っても。そうですね。あの当時でもやっぱり野球がもう国民的スポーツだったんですよね。街歩けなかったですから。ありがとうございます。まだ街歩けるでしょ。全然歩けます。僕今だったら帰ってこれなかったのに知らないで帰ってこれたからね。江川さん飛行機嫌いなのによくアメリカに苦手ですね。苦手嫌いじゃなくて苦手なんですよ。あ、そうなんですか。契約した人もいるらしいんで。そうなん。もしでも皆さんユニフォーム着るとしたらどこのユニフォームがいい？巨人の次期監督は誰だということで、一部報道では松井秀喜さんのお名前も上がっていたりするんですけれども、そもそも江川さんは監督をやるのかやらないのかとか、そういうところを伺っていければなと思います。解説とか野球に携わる仕事をしてて、名前があるのは非常に光栄なことなんですね。でこれやるかやらないかは本当タイミングなんですよ。多分これから大変だと思いますよ。その時に自分の状況とかなんかでやれることもあればできないこともあるっていうのがあるので、次の監督に関しては世の中は言うでしょうけど、我々関係者は今原さんがやられてるので次誰がいいんじゃないかなっていうのはこういう仕事をしている人間は言わないようにしてます。江川さん実際でも、はい、あったんですかオファーは。それは内緒で言えないです。それは内緒で言えないです。これからあるかもしれない。そう、いや、そうですけど、まあ、それはそうですけど、でも、まあ、ってことは、あったってことでいいですね。いやいや、毎回そういうふうに、あるように心がけてやってますから。あ、そういうことですか。でも、受けられるかどうかは分からない。あ、そういうことです。まあ、いろいろなタイミングですね。ご家族のことだったり。英語をタイミングを日本語に直せってすごい難しいですよ。そうですよ。まあ、確かに。多分、アメリカの間で、タイミングって出てしまう。もう江川さん何十年前のですけど、でも江川さん飛行機嫌いなのによくアメリカに苦手ですね。嫌いじゃなくて苦手なんですよ。もしでも監督になられたら絶対飛行機とか乗らなくちゃいけないですよね。契約をいろいろ調べたらメジャーリーガーで一人いたらしいですよ。自分の本拠地しか投げないっていう人が。あ、そうなんですか。契約した人がいるらしいんで。そうなんですか。はい、僕はだからそういうことにもしなったら東京ドームから動かない監督がコーチでやってる。ああ、そういうことですね。なるかもしれない。そうですね。辞められて、で解説して、でもう一回ユニフォーム着たいなっていうの時代もあったんですか。もともと性格的には表に出るのが好きじゃないに野球に入っちゃったので、あまり好んでそういう風には歩まなかったですね。ユニフォームを着るということになると、やっぱりいろんな関係の方とお食事を重ねたり、性格を知っていただいたりするのが本当なわけじゃないですか。それを全くやってないわけですから。まさにそういうふうに向かっていかなかったということですね。そうなんですね。だからチャンスがもう年ですから、来ないでしょうね。いや、まだわかんないですけど、もしでも皆さんユニフォーム着るとしたら、どこのユニフォームが？ユニフォーム脱ぐときに言っちゃったんですよ。こんな思いで巨人に入ったんで、巨人以外の無理ですねって言っちゃったのを自分が覚えちゃってる。なるほど。その記者の方は全部忘れれば。あるかもしれない。そうですね。覚えてる方がいるんですよね。そうですね。まだまだ言ったことにまだね、知ってる記者の方は何人か数人はいらっしゃる。いるかもしれないですからね。だからそれまた覆すのもね、またこれ覆すと昔はそうじゃなかったので炎上するので、今炎上したら大変なことになる。そうですね。炎上しないように。そうですね。面白いな。今原監督がやられてるんで、その次期監督のお名前を出すのはちょっと気が引けるというお話ありましたが、はい、その監督としての適性という部分で、はい、時期とかじゃなくて、例えば松井秀喜さんとかいかがでしょうか。皆さん戻ってる方はみんな入ると思いますよ。松井さんでも安倍さんでも、桑田さん、北則さん、僕はないですけど吉野ですね。吉野さん、みんな名前があるのは、まあ江川さんも上がっていいんですかね。ぜひ上がって入れていただいてありがたいですね。上がっていただきたいですね。そういうことで上がるように我々は仕事をしていくっていうのが野球やってる使命だと思いますね。いい言葉ですね。ぜひそうしてください。やっぱいろいろ勉強しないといけないですし、前川さんみたいにもういろいろ勉強して今のことを一生懸命やると。そうですね。江川監督、久典投手コーチとかありえるんですか？ありえるでしょうね。いやー、嬉しいね、江川さん。そうなったらね。じゃあ、犬も気分待っていいですか？タイミングですね。そうですね。ということでですね、江川卓さんに来ていただきました。すっげえ楽しかったです。僕、ちょっと本当にありがとうございました。同じような感覚の方が若い方にいると思いまして。いやー、嬉しいですね。やっぱこれ、共通はやっぱアメリカ帰りっていう。そうですね。アメリカの空気をいっぱい吸ったっていうことですね。ということで、もうお後がよろしいので、本日はこれまでです。どうもありがとうございました。